どうもご覧いただきありがとうございます。さあ、鉄道模型の動画もまあちょこちょこね最近出ておりますが、本日は町田にありますアトリエみなもさんにお邪魔をしております。今日はね、何をするのかということで、お楽しみよろしくお願いします。伊藤さん、今回は、はい、まあちょっと電車も絡めつつ、はい、ジョーラマが作れるそうなんで、お手先って器用ですか？全く器用じゃないじゃあちょっと1行分ぐらいが置けるで、はい、まあ作ったらもうお家に飾れるぐらいの、ああもうありがたいですね。はい、なんかあの箱でそのままお家では持ってるみたいなお話聞いたんで、はい、ちょっとそんな風に飾れたらいいなと思って、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。お世話になります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。伊藤です。はい、どんなものが作れるんですかね。はい、手のひらサイズのジョーラマなんですが、今、はい、ここに2本があります。上からまあ初級向け、下が中級向け、カッターとかを使った込み入ったタイプで、こちらは比較的簡単にできるタイプですね。なるほど。はい、まあ、工作苦手な方でも大丈夫です。かなり込み入ったタイプという感じ。まあ、初心者ですからね、はい、いきなりここ行くのはちょっとこれレベル高そうですからね。確実にってことであれば上の方から行ってみたいと。じゃあこれでちょっとお願いしようかな。これ作ってみようかな。おお、じゃあこれで、はい、はい、すごいねこれ。これは多分 海ですよね。これ波と砂と、すごい綺麗。水が一番難しいんですかね。水が難しいのと、水の需要が多いので、あ、難しいので、ちょっと教室では、ここではやってみます。あおー、あ、かわいい。はい、そうですね。サイズ感もいいな。ちょっと部屋に置ける感じの。確かに、そうですね。パソコンの脇にちょっと皆さんフィギュアとか置くじゃないですか。ああ、はいはい。あの感じですね。まずですね、はい、水を塗ってください。はい、はい、乾いてからひっくり返されるとこういう感じになると。あ、でこの綺麗な感じになるんですね。そうですね。だどういう模様がつくかまだわからないですけど、じゃあれですね、絶対にもう同じものができないっていうオンリーワンになるわけですね。おっしゃる通りですね。なので10人一緒にこれを作ってもみんな違う状態になる。うん、いいな。こんなもんでいいですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ塗ってください。はい、塗料をつけますので、はい、塗料をかき回しながら塗ってください。はい、はい、こんな感じでいいですかね。水と馴染ませるといいですかね。はい、水辺の材料というのがいろいろありまして、はい、例えばレジンですとかね、ニスですとか、そういう素材を主に使うと、まあ、先ほどのジョーラマみたいになるんですけど、乾かすのに時間がかかったり、雰囲気をうまく醸し出すのが難しかったりするので、淡水なので、はい、まあ、基本緑色をつけるケースが多いんです。うん、海水だとブルーにしたりします。はいはい、水を一っぽく作りたかったら青くすればもうこれそれっぽくなっちゃう。波が必要になります、ね。なるほど、はい。波はまた大変ですか。例えばこういうふうに波立たせるには、はいはいはい、別にちょっと固めのニスを使うんですよ。緩いニスだとだんだん平らになっていっちゃうので、そういうものが作れない。こういう、これもそうか。これも滝というか、まあ、ちょっとした流れとか滝とか波を作るときにはちょっと固めのニス。うんうんうん。あ。こんな感じの。ちょっと色にムラがついてる方が水っぽいです。ああ、そうですね。均一だったらちょっと気持ち悪いですよね。はい、そうですよね。ちょっとリアルな色にしてみますね。いや、これで大丈夫です。はい、ありがとうございます。2番目です。あ、これもう1が終わりなんですね。2番はね、これですね、多分。はい。はい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 。いろいろ出てきましたよ。今使うのはこれかな？橋を作りたいですね。あ、これですね。はい、支柱と、が1本と、そうです。ここだ。はい、それをこういうふうに、あれを参考にしながら、はい、今度は G クリア、チューブの設置で、重くの設置がですね。あ、そうですね。のつけていったらいいですね。はい、これを見ながらやっていただく。はい。手についても手は洗えば落ちるんで心配ないですが、服につくと偉いことになると。わかりました。はい。これはどんぐらいで固まるんですか？完全に固まるまでは丸1日かかりますけど、うん、つけるだけだったら数分です。あ、はい、硬化時間が早すぎると作業しづらいですし、あまり遅くてもしづらいですし、なかなかちょうどよくないですよね。
どうだろうか。形を見えれば大丈夫です。この感じで立ってきましたけど。はい。はい、大丈夫です。はい。3番ですね。はい。はい、まず最初に、その土手の上のレールを敷きたいんですけれども、はい、レールの張り位置が、土手の奥のところ。これ、はい、奥のところから 1.5 センチ、15ミリのところに入りたいんです。レールを沿わせて、そこに両側をはみ出さないように貼っていただければ OK です。はい。これも、これで貼ったんですかね。で、裏に貼ってついてます。あ、これも、これ剥がせばいいのか。はい。これは車体が当たらないようにっていう15ミリですか。後ろにも風景をちょっとつけたいというのもあります。踏切の標識を後ろにも立てたいので。なるほど。一応、はい、貼れました。で、しっかりと上から押さえて、絶対剥がれないようにしてください。表面テープは上から圧着することで接着力がすごく増します。圧着を忘れてしまうと、間に空気が入った状態だと剥がれやすくなるんですよ。じゃあ、ギュッとね、しっかり。はい、しっかりつしたらですね、ちょっと見ていただくと、丸くなってますね。はい。今どうですか。あ、ちょっと角張ってますね。はい。削った方がいいんですかね。間違いですか。あ、選べるんですね。コンクリートの状態みたいにカクッとしてるのと、これ盛り土なので角が丸くなってて。今から草つけることを考えたらちょっと丸くしたい感じもしますね。そうですよ、ね。はい。で丸くしたいんですけど、どうしたら丸くなりますかね。ヤスリですか。ヤスリです。あ、押す。へぇー。すごいすごいすごい。いってるわ。へぇー。これぐらいでいいのかな。あ、でも丸くはなってます、ね。はい。指で押すとどうしても凸凹になるので、リアルになります。ああ、ただ、確かに。肩でスーッとやると、綺麗すぎて、いかにも模型、いかにもおもちゃって感じになるので。うん、指がぴったりですね。こんな感じかな。はい。はい。おそらく見切りを作りたいんですけれど、はい、あんまりギリギリにしたと標識立てにくくなるので、標識立つぐらいのスペースを確保するには、最低1センチぐらい空けてください、うん。歩くところですね。その白い木の、はい、あ、これ。はい。それが歩くところ。はい。3枚に切るわけですね。はい。餌が通りますので。こんな感じになるのかな？そうですね。はいはいはい。この部分、これ、ヒノキの角材なんですけど、ね、はい。厚みが1ミリであります。はい。これをですね、こういうふうに切って立てたいんですね。で、大体今頭出るのが1センチぐらい。はい、スケールで言うと150センチぐらい、大人の肩ぐらいの高さ。で、出れば大体実物通りかなと思いますので。気をつけてください。はい。力入ってるからこう、なんか勢いでいくの怖いですよね、結構。先端をこう支点にして、はい、ここから、こういう感じです。ああ。はい、ああ、やばい。一瞬で終わり。一瞬でした。先生は模型をどんぐらい作られてる、何年ぐらい やられてるんですか。20年ぐらいですかね。20年本屋の店長やってたんですけど、その頃はもう時間がなくて全然趣味やったから、ね、中学生ぐらいの時までちょっとやってて、そこから全部ブランクで、人生半ばでこっちに、はい、ちょっと古い感じにしたいということであれば、刺す位置はちゃんとピッチ保ってるといいんですよ。上は多少グラグラしてて、傾いてたり、長さが合わなかったり。ただ、やりすぎると配線になっちゃう。これが配線です。おー、すごっ。この木の朽ちてる感じが。はいはいはい。そうですよね。そこに倒れてます。なるほど。列車を置くのも楽しいんですけど、列車を置かない前提で、廃液とかも。おー、なんか映画に出てきそうな。ジブリ感ありますね。ありますね。そうですよね。タヌキいますしね。使ってない線路感ですね。昔は賑わってたんだなっていう感じを出しながら、今誰も立ち寄らない。なるほど。はい、すごい。ちょっと隙間空いちゃいましたね。本当。すごいですね。こんな細いのによくこんな剥がせるのも絶対できない。ほう、すごい。ちゃんとできましたね。先ほどの別名があって、はい、クリーンを吸ってみてください。乾いた感じかな。はい。おー。水に見えますか？見えますね。はい。で、これが先の端ですね。はい。こういう感じになると。そうです。どうですか？
おー、いいですね。一気にちょっと、ぽくなってきた。はいはいはい、はい。パーツが増えてくると、ぽくなってきて。嬉しいな。なんか、想像力がね。はい。お、はい。ついに。どうですか、ここまで。いやー、いいですね。なんかだんだんちょっと実際に車両がいる感じが想像できるようになってきて、すごいありがたいですね。これ、レールも枕木も乗ってるんです。あ、なるほど。わかりますか、チャイルド。はい。これレールはね、上だけこれ後で剥がしてあるんですけど、はい、横がチャイルドのわかりますか。てっぺんはこう光ってるんですけれど、横はこうサビ色になっているので、で、てっぺんだけ塗り残すのは無理なので、はい、いっぺんシルバーのところと枕木、ここですね、はい。全部茶色く塗っちゃってください。あ、はい、最後の仕上げで上だけ剥がせます。これで枕木とレール。はい。と、さっきの踏切の杭と。あ、杭と渡り。全部塗ってください。多少塗りムラがあった方が、リアルな感じ。伊藤さんはなんかどっかものすごく今後上達したら作ってみたい駅とかありますか？都心部の駅とか作ったら大変なことになりますよね。新宿とかもあれですけど、なんか、はいはい、それこそ町田の小田急のとこだけとか、あ、こんな小ささには収まらないですけど、そこそこのいい感じのサイズ感で、そうですね。まず置き場所を決めて、そうですね。場所を確保しないと。はい。多分大丈夫だと思います。見せてください。はい。はい、ありがとうございます。気になったのはここですね。レールの横の部分、結構シルバーの部分まだ結構あるんです。ああ、本当だ。はい。はみ出しても全然構わないので、どうせあたり草つけますから、はい。最初のうちはどうしても多少の締まったら出てくるので、こんな感じでどうでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい。さあ、数分からなんですけど、はい、そしたら、砂利を巻いていきますね。はい。砂？砂ですよね。150分の1スケールの線路の砂利。手作業ですか、これ？あ、もちろん手作業です。あ、おー。本完成ではないですけど、とりあえず、仕上がったというところ。はい。